はやバームクーヘンです。続きましてですね、沖の2丁目をやりたいと思います。これずっとですね、まっすぐ行ったところはこっち側の反対側が沖の1丁目ですけども、今回沖の2丁目行きます。はい、じゃあ行きましょう。こっち側です。で、そこ激渋のですね、まだやってると思いますけども、コスモですね、ゲーセン両方、ここにも駄菓子屋さんなんですね、多分。こうですね。で、こっち側にもあるんですよね。右側にも筐体がありますね。まあ、今日はですね、ちょっとずっと歩く散策なんで、ちょっとここはそのまま歩きたいと思います。すみません、この左側が沖の2丁目になるんで、よろしくお願いします。左側が沖の2丁目です。沖の2丁目は思い入れあるんだよな、こうよく歩きましたよ。幼少時代。まあ、行きましょう、このまま。まっすぐ行きまして、沖の2丁目が左側です。クリーニング3は渋いな。右側が西新井本町4丁目になってますけども、左側が沖の2丁目です。今日もですね、一応最高気温は29度とか言ってましたけども、29度って言っても、やっぱり30度いかなくてもね、暑いこと暑いんですよね、これ歩くと暑いんですよ、やっぱり。なんだかんだ言って。でもせっかくですからね、ちょっと散策したいと思います。左側は沖の2丁目です。これは右ですね。右です。これまっすぐで、これ左側が沖の2丁目です。
左側が沖の2丁目です。沖のふれあい公園ですね。はい、行きましょう。左側が沖の2丁目です。皆さん、あそこになんか塔みたいの見えるの分かります？あれですね、あのスマホ、あ、携帯電話の基地局ですね。コンパクトな。ちょっと分かんないですけど、西新井本町4丁目の右、左側が沖の2丁目です。ここ左ですね。お、トンキタ通り出てきた。トンキタ通り、沖の2丁目はですね、ここは思い出があるんですよね。トンキタ通り、トンキタの方が沖のですね、沖の2丁目です。曲がります。ほら、トンキタ通り、懐かしのこうやってグーっていくやつ。待ってる。これ左側が、沖の1丁目ですね。あ、すみません、2丁目です。失礼しました。2丁目です。左側が沖の2丁目です。右側が扇ですからね。右側が扇です。左側が沖の2丁目です。
これさ、この前ですね、扇三丁目撮った時、同じとこ通りましたけども、右側が扇三丁目、左側が沖の二丁目ですね。まあちょっと同じところをちょっと重複するのはちょっとしょうがないんで、ご了承いただきたいなと思います。来ましたね、沖の2丁目。沖の2丁目って書いてあります。左側が沖の2丁目でございますので、よろしくお願いします。のどかなところですね。ここも絶対もう将来的に宅地になっちゃうんでしょうね。もう分かってますよ。もう世の中の流れが。私がよく行ってお金を積んでました、足立沖の郵便局ですね。そこを左曲がるんですね。スマホさっきですね、すげえ落としちゃってですね、画面がですね、幸いなことに液晶のですね、保護フィルム貼ってあったんで大丈夫なんですけども、液晶保護フィルムがもうすんげえバラバラになっちゃったな。どうしよう。
こう行ったら下下がってからこの左じゃなくて右だな、これもうちょい行ったら右だな、これピープルストア流れちゃってるんだな、これ本当はピープルストアってどうだったんだよな、これすっぽり今シャッター降りてますけどね。このちょっと行ったところを左、あ、右曲がります。あーでもスマホが落として、これ液晶画面が、これ左が沖の2丁目です。もうちょっと行ったらあのジュークセンターなんですけど、ジュークセンター行かないでこう左ですね、まっすぐ行くとジュークセンターなんですよ、扇ジュークセンター、扇中央公園なんですけど、中央公園行かないで、左ですね、そこ左です。分かりにくいなぁ、この前迷ったとこだ、これこうだ、港南幼稚園があるな、港南幼稚園って沖野の南ってことで港南幼稚園って意味なんだ、これ初めて知ったな、今まで生きてきて。
あ、ちょっと間違ってます。戻ります。こちら。左側が沖の。で、これを左曲がるんですね。こっちは扇です。扇一丁目ですけども、こっち曲がります。沖の二丁目。間違ってます。失礼しました。こっちじゃないです。何回間違えるんだ。そこを左だ。本当に情けねえな。何回間違えてしまった。扇一丁目さようなら。扇一丁目、これまっすぐ行くと扇一丁目なんですけど、これ左曲がって沖の二丁目の方行きます。左側が沖の二丁目です。ですね、ちょっと疲れてきてですね、話すこともできなくなっちゃいましたね。かなりもう疲労困憊してますね。ちょっと待ってね。はい。もうちょっと行ったところが、左なんですよね。
蕎麦屋とかあって、そこにあの中華料理屋とかあるんですけども、こっちの方が沖の2丁目なんで、この左側が沖の2丁目です。ここにちょっと回って、何？はい、元木新道出てきました。こっちなんで、こっちですね。あとはこのまんまっすぐ行って、あそこですね、大黒屋っていうですね、旧丸愛の方行けばゴールでございます。この酒屋が確かですね、この酒屋がありますけど、それがですね、その目の前のイオン、前バスケットっていうの前にあった、セブンイレブンオープンさせたと思うんですよね、確か。酒屋さんが。うん、私、記憶ありますからね。左側が沖の2丁目です。で、ゴールになります。時間的には28分ですから、沖の2丁目、元木よりも広いですね、面積的にはですね、面積的には元木東西南北よりも広いですね、沖の地区はですね。で、もともとなんか昔話ちょっとどっかでしたかもしれないですけども、昭和40年とか30年あたりは扇ってとこなかったんですよ。扇って町は昭和20、30年、戦後はですねなかったんですけど、新しい区画整理をして、扇って地区を作ったんですよ。扇のようにですね、発展していくっていう意味で扇っていう町をですね作ったそうなんですよね。だから元木っていうのはですね、もともと元木だったんですよ。缶泥棒でほんといっぱいな、アルミ缶パクってるジジイみたいのが結構いますね。完全に泥棒ですからね、あれ基本的に。な、資源ゴミ盗んでるジジイとか、まあババアもいるかもしれないですけど、あれ完全に犯罪ですからね、皆さん。まあ低評価受けても絶対いいですけど、あれ資源ゴミですからね、基本的に。あれゴミの置き場から持っていく連中。
ていうのがですね、今何回も見ましたね、大黒屋。はい、ではですね、ここでゴールでございます。大黒屋さんはですね、なんか売りに出てますから、おそらくですね、多分なんか売却されるんですかね。ちょっと渡ってみましょうか、最後に。ここが一応あの終着ですね。お、何でしたっけ、元木、沖の2丁目ですね。で、まあ、フォーレントって書いてあるのって書いてありますね。これ売却になっちゃったんですね。ちょっと寂しいですね。どんどんいろんなのがなくなっちゃって。はい。では、沖の2丁目、ぐるっと回ってきました。ありがとうございました。